説得的定義とは、メタ倫理学者のチャールズ・スティーブンソンが提唱した概念である対象を記述する際に何らかの議論や見解を支持し相手を説得するために特定の感情を呼び覚ますような語を目的に沿って定義することを言う。スティーブンソンによれば、倫理的判断というものはすべて自分の態度を表明することで相手の態度を変化させようという言語行為であり、 説得的定義はその手段の一つである。道徳的な議論において用いられる言葉の多くには、記述的意味と、情動的意味という二つの意味がある。説得的定義は、情緒的意味はそのままで、記述的意味を定義することによって、相手を説得しようとする場合に行われる。説得的定義でしばしば使われるのは、自由、強要 愛など、一般に定義は曖昧だが一定の肯定的あるいは否定的な評価が結びついているような語である。説得的定義においては、本当の真のという語が用いられることがよく見受けられる。スティーブンソン自身が倫理と言語第9章で挙げている会話は以下のようなものである。ええー、あいつはまともな教育受けてないよ。それは、 あいつの話ぶりからわかるすぐにわかるね。書く文章は粗雑だし、歴史や文学を話題にする時も当たり前のばっかりだし、考え方はちゃんと訓練した知識人らしい繊細さや素養がない。あいつは全く教養がないのははっきりしている。B、君の言うことは大体その通りだが、それでも僕は彼は教養人と呼びたいね。A、 僕が挙げたあいつの特徴は、教養ってのの正反対で、教養っていう言葉の意味と矛盾してるだろ B、いや、そんなことはないね。君は、外面的なものばっかり強調していて、そりゃ、教養の殻みたいなもんだよ。教養って言葉の本当の真実の意味では、創造的感受性と独創性を意味するんだよ。彼はこれなら持ってるだろ僕たちみたいなもっといい教育を受けて、 有利な人間の大半より、彼が、ずっと深い教養を持ってるというのには、僕はまた、たくためらいは感じないね。この会話では、B は、教養という肯定的な含みのある言葉を、再定義することによって、話題の対象になっている人物に対する、好意的な感情、態度を引き起こそうとしている。ありがとうございます。